こっちもひどいもの。話が通じない、言動が意味不明、無駄に距離が近い。そうかな。そうでしょ、降りて。仕方がないから人間というより猫みたいなものだと思うことにしてるわ。猫。さくら。さあ、これできっとみんな君のこと忘れられなくなるよ。よかったね、三つ葉。君は三つ葉の本当の願いを引き出してくれた。願いが、未練が強ければ強いほど、怪異はより確かで強力な存在になれる。俺とアマネって真逆なんだよね。わかりやすく言うとライバルを救ってっけ。まあ、いっか。とにかく、君にはここで消えてもらうね。